車の運転のあり方に革新的な変化が起きようとしています。将来は運転をするかしないかはドライバー次第。自分で運転を楽しむこともできるし、運転から解放されて好きなように自分の時間を楽しむこともできます。日産は移動の喜びを全てのお客様に提供することを目指しています。それを実現したのが日産 IDS コンセプトです。 EV 技術がボンネット部分を小さくして広い室内空間を実現しています。このインテリアは選択するドライブモードに合わせて変化します。パイロットドライブモードとは、日産 IDS コンセプトに搭載された自動運転モードのことで、ドライバーに代わって運転を行う機能です。このようにステアリングは格納され、インフォメーションパネルが前面に出てきます。パイロットドライブモードでは4つのシートが内側に少しだけ回転し、乗員全員がリラックスしてコミュニケーションできる空間を生み出します。コネクティッドカーの機能により、インフォメーションパネルにはルート上の天気情報やソーシャルメディアから送られてくるその日の予定などが表示されます。また自分の周囲にいる友人や知人の情報なども表示されます。日産 IDS コンセプトのマニュアルドライブモードでは、ドライバー自身が運転操作を行います。インフォメーションパネルに代わりステアリングが現れます。フロントウィンドウにはヘッドアップディスプレイが投影され、最適なコーナーリングのラインや速度など運転を楽しむための情報が表示されます。この車では室内だけが機能化されているわけではありません。日産 IDS コンセプトの主要機能の一つは車外とのコミュニケーション機能です。エクステリアに搭載されたインテンションインジケーターによって周囲の人に車の存在を気づかせます。日産 IDS コンセプトはレーダー、レーザースキャナー、カメラなどさまざまなセンサーを搭載することで、高速道路のみならず街中でも周囲の物体を認識して自ら安全な行動を判断して自動走行を行います。このコンセプトカーでは EV としての基本性能の向上も図っています。低い車高のスタイルはカーボンファイバーと最先端の軽量金属で作られています。そして流線型のボディや最適化されたディティールが優れた空力性能を生み出しています。これらの軽量化と空力性能はさらなる航続距離の向上に貢献します。未来の車は今よりももっと人々の生活に欠かせないものになると思います。車がドライバーの信頼できるパートナーになり、運転がより楽しく、そして移動がさらに価値あるものになるはずです。